欠陥品の貧乏嫁はダメね。家柄の格差が大きすぎたな。親戚なんて本当にいるの？惨めで嘘つきとか救いようなさすぎ。家を出ていくため親戚に迎えを頼むと言ったのがよほどおかしかったのだろう。私が迎えを頼んだ直後、すぐに家のインターホンが鳴った。傭兵はニヤニヤ笑って玄関に向かう。なんだ、お前の親戚が来たのか。どうせタクシーでしょ。どれ、一目見てやろうじゃないか。全員で私の嘘がバレるのを楽しむつもりなのだろう。あの車は。家の前に止まった車を見るなり、傭兵が顔色をなくす。めったに見かけることのない高級車だったからだ。お待たせいたしました。白い手袋をつけた運転手が後部座席のドアを開ける。車から降りてきた人物を見て、いよいよ絶句した。しかし本当の絶望はこれからだ。せいぜい私にしてきた仕打ちを後悔するといい。私の名前は田中里奈、41歳。夫の田中洋平とは30歳の時にお見合いをして結婚した。子供には恵まれず、義母に催促されることはあるものの、それなりに幸せな結婚生活だったと思う。しかしそんな私の人生は、小さな会社を経営していた父が亡くなったことであっけなく崩れていく。義母と傭兵の態度がガラリと変わったのは、父のお葬式から1週間が経った頃だった。おそらく父の会社を私や傭兵に継がせず、専務を次期社長に指名していたことが気に入らなかったのだろう。はっ、社長だ社長だと言ってた割に遺産はこれっぽっちかい。口だけの貧乏人だね、あんたの親は。義母は今までも孫の顔が見たいと私をせっついたり、掃除や料理ができていないと嫌味を言うことがあったけれど、私が両親から受け継いだ遺産の内訳を見た途端、目に見えて態度が悪くなった。父の遺産だってそれなりにはあるはずなのに、開口一番この言葉だ。一体どれほどの額を期待していたのだろう。俺はお前を嫁にもらった義理があるから、あの会社との取引を継続させてもらうよう会社に掛け合ってたんだ。お前やお前の親が社長じゃないなら、あんな会社と取引する意味はもうない。傭兵は有名商社に勤めており、私と傭兵のお見合い話が持ち上がったのも、傭兵が営業マンとして父の会社に出入りしていたからだ。彼が私の父に経営にも興味があると話すたび、父も嬉しそうに傭兵の話を聞いていたから、後を継げるものだと思ったのかもしれない。そのつもりなら途中で商社を辞めて父の会社に入るなりするべきだろう。しかし傭兵は今の会社を辞める素振りもなく、父から次期社長になってくれと言われるのを待っていた。将来が確約されてから仕事を辞めようとしていたのだ。そんな人にとてもではないけど従業員の未来を任せることはできないだろう。私はそもそも父の会社を継いだり経営に関わったりする気はなかった。父の周りにはすでに頼もしい社員たちがいるからだ。私が出しゃばるべきではない。それは前々から父に伝えていたし、数年前に亡くなった母もそれがいいと賛成してくれていた。傭兵も納得してくれていると思っていたが、どうやら違ったらしい。お前をもらってやった謝礼金としてもらっておいてやるよ。待って、それは父の形見なのに。口答えするんじゃないよ、子供も作れないくせに。私が引き止めても何を言っても無駄だった。まだ突然の父との別れから立ち直れず、うまく頭が働いていなかったのもあるだろう。宣言通り、傭兵と義母は私から形見のすべてを奪った。父が大切にしていた万年筆でさえ売り払われ、私は思わず叫んでしまう。
ひどいわ。あれは私が父さんの誕生日プレゼントに買ったものよ。高価なものじゃない。それなのにどうして売るの？そんなこと知るか。お前、俺たちに意見するつもりか？いつまでも涙が止まらない私を、傭兵が不機嫌そうな顔で見下ろした。お前はもう田中家の人間なんだ。勝手が許されると思うな。傭兵の言う通りだよ。ピーピー泣いてる暇があるなら、とっとと家事をしな。母も父も旅立ってしまった今、ここを追い出されるわけにはいかない。私は必死に涙を拭いて夕食の支度をすることにした。お金が手に入ったのだから、もうひどい仕打ちはされないだろうと心のどこかで期待していたのだ。だが私の予想は裏切られた。まずくて食えたもんじゃないな。今までは美味しいと言って食べていたはずの夕食を傭兵がゴミ箱に捨てたのだ。きっと今までは私の父に媚びを売るつもりで私の相手をしていたのだろう。父が亡くなって会社を継がせてもらえないと分かり、傭兵の本性が現れたのだ。まったく、いつまで経っても家事が上達しない。本当に出来損ないの嫁だよ。義母も傭兵に同調し、私の作った料理をゴミ箱に捨てる。あまりの仕打ちに呆然とする私を二人は冷たく見下ろし吐き捨てた。お前は責任を持ってその失敗作を食えよ。こんなもの食べたら体調が悪くなる。私たちは外食してくるからね。まったく、あんな嫁じゃ金がかかって仕方がないよ。私は何も言えないまま、傭兵と義母が出かけていくのを見送った。一人で自分の作った食事を食べながら、あの二人が父の葬式でもらった香典を持ち去ったのに気づく。一瞬慌てたものの、ひどい仕打ちを立て続けにされたことで、私の心は折れていた。どうせ言ってもやめてもらえない。それどころか、もっとひどいことをされかねないから。諦めて従おう。二人がまずいと言って捨てた料理はそれほどひどい出来ではないように思えた。その後、義母と傭兵が家で食事をすることはなくなる。私は常に一人で食事をするようになった。子供の産めないお前の面倒を見てやってるんだ。生活費くらいお前が稼いだらどうだ。傭兵にそう言われたのは二人が態度を表変させた三日後のことである。おそらく父の遺産で遊びほうけ、生活費を自分の給与から支払うのが惜しくなったのだろう。私は仕方なく結婚前のつてを頼って就職先を探した。幸い親戚の会社で時短勤務の清掃員を募集していたので、頼んで雇ってもらうことに成功する。家事はすべて私の負担なので、フルタイムの仕事は不可能。生活費としては心もとないが、義母も傭兵も家で食事を取らなくなったし、外食の費用は遊びの範疇らしく自分で出してくれているから、なんとかやりくりできた。お前が欠陥品の嫁だから、私は孫の顔も見られないんだ。慰謝料をよこせ。義母は年金だけでは物足りないのか、慰謝料と称して、私の財布からお金を抜き取るようになった。なので本当に必要なお金は隠すようにしている。義母も傭兵もほとんど家に帰ってこないけれど、帰ってきた時には家を隅々まで見回し、私が家事をサボっていないかチェックするのが趣味のようだ。風呂も沸かしてないのかい？なんて不出来な嫁だ。とっとと風呂を沸かしな。俺は早く寝たいんだ。シャワーを浴びただけで疲れが取れるわけないだろう。事前の連絡を入れてくれないので、義母や傭兵が帰ってきた時にはいつも怒鳴られるのが常だった。かといって彼らがいない時にも風呂を沸かしていれば光熱費を払えなくなってしまう。傭兵も義母も本当に一切生活費を出す気がないので、
私が気をつけなければいけない。二人が好き放題にお金を使い遊びほうけている間、私はスーパーで割引商品をかき集め、細々となんとか生きている状態である。うちの子は大卒で有名商社に勤めてるのよ。あんたの両親とだってお情けで取引してやってたのに。義母は暇さえあれば息子の自慢をしながら私を罵った。傭兵ほど遊びに行く体力がないらしい義母は、週の半分はこうして私を罵って過ごす。嫁に来たあんたは子供も産めないんだから、家に置いてやってるだけ感謝しなさいよ。傭兵は助けてくれるはずもなく、むしろ義母が私を罵っているのを見るとニヤニヤ笑って同調する始末だ。お前の神器臭い顔を見るのはうんざりだ。俺みたいなエリートにお前はふさわしくない。家の格が違いすぎるんだよ、貧乏人め。その貧乏人の父に媚びを売り、次期社長を狙っていた自分の過去はすっかり忘れてしまったようである。さすがに精神的な限界が差し迫っていた私は、真剣に離婚を考え始めていた。決定打となったのは、体調不良で仕事を早退した日のことだ。家に帰ると、珍しく義母と傭兵がいるようで、リビングから話し声が聞こえる。堀内彩って言うんだ。今度紹介するよ。若いから子供もすぐできるだろうさ。おや、華やかでいいじゃないか。神経臭くて孫が産めない女よりよっぽどいいよ。最初は二人が何を話しているのか理解できなかった。それでも嫌な予感がして、心臓がバクバクと音を立てて暴れ始める。玄関で硬直している私に気づかず、義母と傭兵はどんどん話を進めていった。リナは追い出しちまおうぜ。ボロボロでみすぼらしいし、もう女だと思えないよ。アヤと結婚して母さんに孫を見せてやりたいんだ。私もあの女の顔を見るたびイライラしてたんだ。リナみたいなみすぼらしい女がいるだけで家が汚れるような気がするしね。大賛成だよ。ゲラゲラと下品な笑い声が聞こえる。親子なだけあって笑い方がそっくりだ。気づけば私は悔し涙を流していた。本当はこのままリビングに行って怒鳴り散らせれば楽なのだろう。けれど足が震えて動かない。頭もうまく働かない。結局義母と傭兵に気づかれないよう静かに逃げ出すしかできなかった。その後、傭兵と義母の態度はさらに苛烈になった。冷蔵庫の中身は常にチェックされ、義母と傭兵の嗜好品ばかりが家に並ぶ。お酒のつまみやデザートを作るように強要され、気に入らなければ目の前でゴミ箱に捨てられた。気に入れば礼も言わずに食べ、とっとと次をよこせと怒鳴られる。二人が贅沢三昧をする間、私は台所の隅で見切り品ばかりの食事を取り続けた。見切り品でないものを買えば毎日冷蔵庫をチェックしている義母に文句を言われ取り上げられる。生活費はすべて私が出しているのに、それだけでは足りなくなったようで、私にさらに節約するように要請してきた。そうして何とか残した給与は二人が贅沢をするのに使われるのだ。お前みたいな役立たず、家に置いてもらえるだけありがたいと思えよ。欠陥品の嫁なんて本当は追い出したいけど、帰るところがないだろうからお情けで置いてやってるんだよ。恩着せがましくそう言ってくるが、二人が私を追い出そうと画策していたのを知っている。反論するのも馬鹿らしくなった私は何も言わずにただ従うことにした。どんなにいたぶっても反抗しない私に、傭兵も義母も気をよくしたのだろう。とうとう浮気相手の綾という女性を私のいる家に招き入れるようになった。お前が子供を産めないのが悪いんだ。そう言われ、私はただうつむく。
アヤはそんな私の様子を見るのが楽しいようで、傭兵とよく似た意地の悪い笑みで私を見下していた。ちょっと、ワイン持ってきてくれる？まるで家政婦のような扱いだが、私はおとなしく従った。傭兵はアヤと密着してソファーに座り、まるで新婚夫婦のような振る舞いだ。そろそろ食事に行きましょう。アヤちゃん、何が食べたいんだい？私から奪ったお金をちらつかせ、義母がニヤニヤと笑う。視線は私に向かっており、アヤを大切にしているところを見せて、私にダメージを与えたいようだ。へえ、じゃあお寿司がいいです。じゃあそうしましょう。今車を出すよ。全員が私を見ているが、誰も私に声をかけない。存在しないかのように扱うことで、やはり私をいたぶっているのだ。私は何も言わず、静かに三人が食事に行くのを見送った。そのことで私が何にでも従うという自信をつけたのだろう。傭兵は自分の部屋に綾を泊まらせ、翌日私に離婚を切り出してきた。お情けで家に置いてやってたが、もう限界だ。お前の辛気臭い顔はもう見たくない。わかりました。傭兵に差し出された離婚届を素直に受け取る。すると今まで様子を見ていた綾と義母が一斉に笑い声を上げ始めた。ここまで面倒見てやったんだ、あとは自分で何とかをし。あんたなんかもう知ったこっちゃないよ。ああ、この人家政婦じゃなかったんだっけ？忘れてた。まあ、どうせ別れるんですよね。どうもお疲れ様でした。何も反論せず、私は離婚届に自分の名前を記入していく。手続きはお前がしておけよ。その離婚届を持って今すぐ出ていけ。わかりました。ウケる。マジ惨め。プライドないんですか？今まで笑っていた三人だったが、ここまでされて私が無表情でいるのが面白くないのだろう。反論するのもつまらないが、おそらく泣いたり悔しがったりしてほしいのだと思う。アヤがしびれを切らしたように私の肩を押した。無視かよ。その力が思ったより強くて、私はバランスを崩し床に膝をついてしまう。あれくらいで転ぶなんて、わざとらしい女だね。傭兵の道場でも引きたいのかい？お前みたいなボロボロの女が何したって何とも思わないよ。みっともない。頭上から三人分の攻撃的な嘲笑が降ってくる。そうやって笑っていられるのも今のうちだ。三人は私が諦めていると思っているのだろうが、そうではない。今まで耐えていたけれど、復讐の準備をしていたのだ。迎えを呼びます。スマホを取り出す私に、傭兵たちの嘲笑はますますひどくなる。タクシーでも呼ぶのか？お前じゃ代金を払えないだろう。親戚に迎えに来てもらいます。はあ？義母が耐えきれないと言った風に吹き出し、私を指さしてゲラゲラと笑った。あんたに身内なんかいないじゃないか。見え張っちゃってかわいそう。笑い声を無視して私はスマホを操作する。そんな私を見て義母が肩をすくめた。欠陥品の貧乏嫁はダメね。家柄の格差が大きすぎたな。親戚なんて本当にいるの？惨めで嘘つきとか救いようなさすぎ。私が通話を終えた直後、すぐに田中家のインターホンが鳴った。傭兵はニヤニヤ笑って玄関に向かう。なんだ、お前の親戚が来たのか？どうせタクシーでしょ。どれ、一目見てやろうじゃないか。全員で私の嘘がバレるのを楽しむつもりなのだろう。ぞろぞろと玄関に移動する傭兵たちの後をついていき、私は家の外に出た。あの車は？
家の前に止まった車を見るなり、傭兵が顔色をなくす。止まったのは、めったに見かけることのない高級車だったからだ。は？あんな高いタクシー呼んだの？当然ながら、タクシーとして走るような車ではない。私は訂正する気もないので黙っていた。傭兵と義母も目の前の車に釘付けで、綾の質問に答えられないようだ。お待たせいたしました。白い手袋をつけた運転手が降りてきて、後部座席のドアを開ける。私たちではなく、車に乗っている人に頭を下げていた。それもそのはず。後部座席に乗っているのは私の祖父で、この辺りの地主なのだから。あ、松村俊博！傭兵の声は裏返って悲鳴のようだった。彼の勤める会社も、祖父が会長を務める会社と取引がある。私の両親が経営していた会社とは規模が段違いで、何か間違いがあって祖父の機嫌を損ねれば、確実にその人の将来が絶たれるだろうと言われるほどの有力者だ。どうも松村さん。私、西島商事の田中と申します。今日はどういったご用件でこちらに？うすうす感づいているだろうに。傭兵は額に油汗をにじませ、必死に祖父に媚びへつらっている。杖をついてはいるものの、今年88歳になるとは思えない貫禄と迫力を持つ祖父は、へっぴり腰になった傭兵を一別し、うなるように言った。リナから聞いていないのかね。孫娘を迎えに来たんだよ。やっとこっちに帰ってくる気になったらしい。孫娘。義母と綾も顔色が悪い。傭兵は唇まで真っ青になっていた。リナ、早く来なさい。帰るぞ。うん、おじいちゃん。私は急ぎ足で祖父のそばに駆け寄った。私の父は祖父の三男であり、祖父と折り合いが悪かったのだ。でも私は祖父が大好きで、祖父も私を可愛がってくれていた。父の葬式にこそ来なかったが、本当は父のことも愛していたと知っている。父も不器用ながらに祖父のことを愛していた。和解させられなかったことだけが心残りだが、きっと祖父も父もお互い家族の情があったのは分かっているだろう。後でお父さんとお母さんのお墓にも一緒に来てくれる？親不孝者の墓なんぞ、しばらく見たくない。つまり時間が経てば言ってくれるのだろう。私が笑顔を浮かべると、もう40を過ぎた私の頭を昔と変わらず撫でてくれるのが照れくさかった。さて。そして低いうなり声のような声がする。私を背中に隠すようにして、祖父が傭兵と義母、そして綾を順に見合った。孫がお世話になったようだな。言葉通りの意味でないことは本人たちが一番よくわかっているだろう。一番祖父の近くにいる傭兵は足の震えが収まらないようだ。地元で働いている人間であれば、祖父が家族思いで怒らせると恐ろしいという話は誰でも知っている。そもそも一帯の土地を所有しているというだけで、すでにただ者ではない。娘と交際していた男が浮気をしたと聞いて、その男の家に乗り込み、地元から叩き出した話はあまりにも有名である。その時、会社の屈強な部下たち数人を連れて行ったとか、人情沙汰になるところだったとか、様々な噂が飛び交っているが、本人も詳しく話したがらないので、孫娘である私も詳細を知らないのが少し恐ろしいところだ。浮気でこれなのだから、傭兵の恐怖は筆舌に尽くしがたいだろう。何せ今回は浮気だけではない。孫娘を家政婦のように扱い、侮辱し、一方的に離婚を突きつけた。今のところ、周囲に屈強な部下も刃物の類も見当たらないが、きっと傭兵は目の前が真っ暗になっていることだろう。私はこの時点でかなり留飲が下がっていたのだが、
祖父の方はそうもいかない。一族の中で一番苛烈な性格をしており、怒ったら誰も止められない人なのだ。お嬢様、膝掛けはお使いになられますか？ありがとう。ごめんね、迎えに来てもらって。いいえ、お顔を見られて私も安心しております。運転手さんも祖父のそばでずっと働いている人で、私も面識がある。私が傭兵たちのことを相談した時も祖父と一緒に怒ってくれた人だ。一見今も平然とした表情だが、鋭い目で傭兵たちを睨みつけているのが近くだとよくわかる。あとは俊博様にお任せください。お嬢様が受けた仕打ちの何倍もあの人たちに報いを受けさせてくれるはずですよ。私に膝掛けを手渡しながらにこやかに言う運転手さんは、祖父ほどではないけれど少し怖かった。リナに相談を受けたのは息子の葬式が終わってすぐのことじゃった。祖父の声は雷のようにお腹に響く。私は慣れているけれど、後ろ暗いところもある傭兵たちにはきっととても恐ろしく聞こえているだろう。葬式の直前にわしから連絡をしてな、何か困ったことがあったら相談しろと言ってあったんじゃ。会社のことや葬式のことのつもりで言ったが、まさか嫁ぎ先で不当な扱いを受けているという相談が来るとは思わなかった。傭兵がびくりと肩を揺らし、言い訳をしようと口をパクパク動かす。けれど祖父に睨みつけられるだけで体が縮み上がり、すぐに背中を丸めてしまった。相談を受けた最初の頃はまだどうしたらいいかわからないと言っておってな。だからどんな対応でも取れるように日常生活を録音しておくようアドバイスをしたんじゃ。仕事も探しておったからうちの会社で清掃員をしてもらってな、採用ついでに高性能のボイスレコーダーをプレゼントしてやった。会長の孫娘が清掃員などとバレたら社員も嫌じゃろうから、名字が変わっておったのには感謝したわい。私が就職するために頼った親戚は祖父だったのだ。休憩中に相談もできて生活費も稼げて一石二鳥だった。祖父の会社が人員募集をしていたのは本当に幸運としか言えない。そんな義母がうつむいて体を震わせている。自分が圧倒的に不利な立場にいるのだと気づいたようだ。本当なら私を睨みつけたり怒鳴りつけたりしたいに違いない。プライバシーの侵害だとわめきたそうに視線がちらちらとこちらに向けられているけれど、祖父の目の前でそれをしてしまえばどうなるかわからない。今までのように感情任せで私に八つ当たりできず、さぞ苦しいだろう。いい気味だ。すでに十分な証拠が揃っている。うちの顧問弁護士は優秀でな、孫を可愛がってくれた分のお礼はきっちり払ってもらおう。あなたたちの資産もすでに調べてある。この証拠であなたたちから取れる限度額分くらいは確実に取らせてもらうつもりじゃ。傭兵がその場にヘナヘナと座り込んでしまった。私に生活費を出させ、自分の給料を好きなだけつぎ込んだハイブランドの服が泥にまみれて汚れている。祖父に訴えられたらその身の丈に合わない服も確実に処分させられるだろう。すべてを売り払ってギリギリ用意できる分のお金を確実に取ると言われたのだ。絶望する傭兵と震える義母を無視し、綾が果敢にも声を荒げる。私は関係ない。その人たちと違って私は赤の他人よ。慰謝料なんて請求される覚えはないわ。けれど彼女の勝ち気な態度も、祖父が視線を向けたことで空気の抜けた風船のようにしぼんでしまった。婚姻関係も結んでいない男の家に入り浸り、
その男の伴侶を家政婦と呼んでいた音声が残っているが。だってそれは、そう、傭兵がそうしろって言ったから。綾の顔がパッと輝く。明暗を思いついたとでも言いたげだ。しかし彼女の言い逃れを傭兵が見逃すはずもない。おい、俺のせいにするなよ。本当のことでしょ。追い出すのに協力してくれって言ってたわ。お前も面白そうとか言ってたじゃねえか。醜い言い争いが始まった。祖父が顔をしかめたのがわかる。そして大きなため息をついた。こういう時の祖父の声は大きくないはずなのにやたらとよく響く。ああ、もういい。聞くに耐えない。わしらが帰った後でいくらでも言い争ってくれ。歳なものでね、汚い声や言葉を聞いていると頭痛がするんじゃ。侮蔑をむき出しにした言葉だった。もはや相手にする価値もないと言いたげな態度。傭兵も綾も当然不愉快な顔をしたが、祖父に睨まれるとすくみ上がる。祖父はその様子を見て鼻で笑った。根性なしどもが、孫娘を罵っていた割に臆病じゃな。わしに向かっても同じような言葉を吐ける気概があれば、少しは見直してやったが、それすらもできんとは、呆れてものが言え。年の割に鍛えられた祖父の手が、傭兵の服をわしづかみにする。胸ぐらをつかまれた形になった傭兵は、つま先立ちになり、それを見ていた綾が短く悲鳴を上げた。もうかなりの年齢なのに、41歳の成人男性を片手で持ち上げる力がどこにあるのか。敵にすると恐ろしい、味方だととても頼もしい人だ。リナがおとなしく従っているから調子に乗ったんだろうが、わしがそう指示したんじゃ。両親を失い、お前らの態度が豹変し、まだ身の振り方を考える余裕すらないリナに、しばらく様子を見て、考えがまとまったらお前のしたいようにすればいいとな。そう、出て行った方がいいだろうかという私に、お前が耐えられるなら泳がせておけと祖父は言った。お前が集めた証拠でそいつらを叩き潰してやるから、しばらく従順なふりをしてみろと。私は祖父に言われた通り、傭兵たちを増長させるような態度をとってきた。ある程度のところで踏みとどまることができれば、私も祖父も傭兵たちをここまで追い詰めようとはしなかっただろう。お前らはそれを見事に勘違いして、リナは何をしても自分たちに逆らわないと信じ込んだ。何かを踏みつけ続けなければ自分の価値を実感できないお前らみたいな連中はクズだ。わしの周囲にそんなもんはいらんし、リナの周りにも必要ない。吐き捨て、祖父が傭兵から手を離す。傭兵はそのまま地面に座り込み、体を小刻みに震わせていた。祖父の視線はすでに傭兵には向かない。もう破滅することが決まった存在だからだ。どうせ二度と会うことはないのだから、これ以上何を言っても意味がない。祖父はそういう判断をする人物だった。リナは人が良すぎる。これの父親もそうじゃった。人が良すぎてお前らのようなクズに騙される。わしの近くにいれば危険だと思ってある程度遠ざけたが、それでも食い物にされるとはな。今後はわしの孫に妙な虫がつかんようにしなければ。祖父が手に持った杖で地面を叩き、ダンと低い音が響いた。お前らはちょうどいい見せしめじゃ。泣いてもわめいても容赦せんぞ。その首一ミリも回らんほどの金を巻き上げてやる。お前らはうちのリナを貧乏人だ、欠陥品だと好き放題言っておったが、お前らが本当の貧乏な欠陥品になった時、どんな顔をするのか、今から楽しみでたまらんわ。にやりと
祖父が今日初めての笑みを浮かべる。その笑みはやはり貫禄と存在感にふさわしい壮絶なもので、私は自分が向けられたわけではないのに体を丸めてしまっていた。ああそうだ、傭兵とやら、お前わしからの慰謝料請求だけで済むと思ったら大間違いじゃぞ。お前は解雇じゃ。それだけじゃなく訴えられるじゃろうな。心当たりはあろう。ふっ。青い顔で絶望していた傭兵だったが、どうやらまだ下があるらしい。目に涙が浮かび、今すぐにでも決壊しそうだ。情けないことこの上ない。リナの相談を受けてから、まあ当然お前らの身辺調査をしたんじゃが、金回りが良すぎるのが気になってな。生活費をすべてリナに頼りきりだったとしても、お前の給与だけでは説明できん出費が多数あった。おそらく私の父の遺産を手にして気が大きくなったまま散財が癖になったのだろう。どんどん歯止めが効かなくなって、私に生活費を依存し、給与を好きに使うようになってもまだ足りなかった。そしてとうとう会社の金に手を出してしまったのだろう。人間落ちるときは一瞬で奈落へ落ちるものなのかもしれない。知っての通り、あそこの社長とは古い知り合いでな。嘘だと思うなら電話して直接聞いてみ。まあそんなことせんでも明日にはあっちから連絡してくるじゃろうがな。間近でその話を聞いていたアヤが突然爆発したように声を荒らげる。矛先は傭兵だった。はふざけんなよお前、何やってんだよ。解雇？お前の長所なんて金しかねえだろ。その金なかったらただの脳なしだろうが。金持ってないお前なんかただのキモいおっさんなんだよ。しかし双方ともストレスが限界だったのだろう。傭兵も負けずと言い返し、再び壮絶な罵り合いが始まってしまった。なんだとてめえ、てめえだってババアのくせに調子乗ってんじゃねえぞ。俺が相手してやんなかったらてめえなんてただの派手好きなババアだろうが。散々鼻の下伸ばしといて今さら生きってんじゃねえよ。私がてめえの相手してやってたんだろうが。金がなきゃ私じゃなくたって誰もてめえの相手なんかしねえよ。勘違いすんな、クソキモ親父。祖父がため息をついて首を横に振る。もうやめろというのも億劫になったらしい。そんな祖父のもとに今まで貝のように静かだった義母がふらふらと歩み寄ってきた。不自然な笑みの浮かんだ口元から甘ったるいこびるような声が出る。違うんですよ松村さん、これには訳が。孫が生まれないのがショックで我を忘れてしまって。すがりつくような動作をした義母を運転手が止めた。しかし義母はその状態のまま私にもこびた声で語りかけてくる。ねえ、ちょっとおかしかったのよ私。今まではリナちゃんとうまくやってたでしょ。私親切だったでしょ。ね。目の焦点が合っていない。笑みを浮かべた口元は震えていて、私は義母の顔を見ているのが恐ろしくなり顔をそらしてしまった。いいえ、お葬式の前から早く孫が欲しい、嫁が違えば私も今頃孫の顔が見れてたのかしらって何度も言われました。それは孫の面倒を楽しそうに見てる周りが羨ましくてつい言っちゃったのよ。それ以外は優しかったでしょ。そうよね。祖父が運転手に視線を送ると、運転手がうなずき、義母を引きずるようにして私たちから距離を取らせた。もう黙れ。なぜ許可なくうちの孫に話しかけておる。リナとお前はもう他人じゃ。うちの孫に話しかけるな。最後通告のような言葉が祖父の口から飛び出しても、一度席を切ったように喋り出した義母は止まらない。必死に自分の無実を主張する様は
聞き迫るものがあった。待ってください、本当なんですよ。一緒にお買い物だって行く仲だったんです。傭兵が悪いの、嫁が悪いって、あの子に吹き込まれたのよ、騙されてたの私。義母と買い物に行ったのは一度だけだ。その一度だって私の選ぶものを一つ一つ否定された挙句、付き合ってあげたお礼と称して私に自分の服を買わせた。しかし私よりも怒りをあらわにしたのは、今まで綾と言い争っていた傭兵だ。おいババア、勝手なこと言ってんじゃねえぞ。孫も産まない欠陥品だから早く追い出せって言ったのはてめえだろ。遺産もらったらもう用なしとか言ってたくせに、今さら手のひら返してんじゃねえよ。それはあんたが言ったのよ。これまで育ててやった恩を忘れて私に罪を着せようとするなんて、とんでもない子だね。呆れて物も言えない。祖父も私と同意見らしく、私たちは言い争う三人を置き去りにして祖父の家に向かったのだった。その後、祖父の宣言通り高額の慰謝料をそれぞれ請求された三人は、財産をすべて差し押さえられ自己破産せざるを得なくなった。さらに傭兵は会社をクビになり逮捕。義母も綾も今何をしているかはわからないが、親戚や友人に縁を切られ、誰の手助けも受けられないまま静かに地元を去ったらしい。二人とも傭兵を待つことはせず、出所した傭兵も二人同様、周囲に金を無心しに行って断られ、そのまま地元を去ったと聞いている。今回のことで懲りてくれれば、どこか離れた場所でつつましやかな生活を送れる可能性はあるだろう。けれど最後まで友人や親戚に金を無心し、断ると薄情者などと罵っていたらしいので、おそらく三人とも更生の余地はない。今後もまともな生活は送れないだろう。私は祖父と共に穏やかな生活を送っている。離婚して苗字が松村に戻った際、清掃員はさすがに社員が気を使うからと辞職し、再度事務員の募集に応募して見事採用してもらった。祖父は今まで苦労したのだからもう働かなくてもいいと渋い顔をしていたけれど、もともと結婚する前は父の会社で経理を担当していたのだ。困っていた私を助けてくれた祖父に恩を返すためにも、自分の持てぬ能力のすべてを使って立派に自立し歩んでいきたい。それに祖父が会長を務める会社は社長が私のいとこである。小さい頃から一緒に遊んでいたいとこの力になりたいという気持ちもあった。結婚してからしばらく会っていなかったが、久しぶりに会ったいとこは背も伸びて頼もしくなっており、一緒にいて安心できる存在だ。昔リナちゃんに結婚してって言ったことあったよね。やだ、いつの話？恥ずかしい。彼は出戻ってきた私にも優しく接してくれる。何を隠そう、いとこは私の初恋の人なのだ。リナちゃんが結婚したって聞いて諦めてたんだけど、今フリーだよね。あのプロポーズまだ有効かな？え？思わず顔が赤くなる。いとこが満足げに笑った。あの環境から逃げ出せただけで十分だと思っていたが、どうやらまだまだ私は幸せになれるようである。